吹奏楽の時さ、なんで興味ねえんだ吹奏楽の時、壁にさ、壁とか譜面台にさ、ずっとさ、こう息を当ててられるかみたいなやってさ、やってみて。いいよ。全然打ってたし。いや、きついよね。多分ね、これね、喫煙者のもっときついんじゃない？できた、できた。俺、これ映ってないかな。すごい。あー、すいません、すいません。ずるいわ。今、結構いけるわ、これ。おお。ちょっとやってやって。絶対無理だ。あ、でももう、もう長いね。長くねえだろ。出演者にしてえな。異様な光景で。あ、すげえ、長い長い。長いよ。これ、俺がやって限界になったら離れるから、モノフミがやって、それで限界になったら今度俺がやるから、いくよ。すごいっす。でもこれ、これ長くいけるね。だから2人1組のペアになってれば。すごいすごいすごい。いえ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 、したした。大満足やもう。すごいね。お前そんなにできたのかと。お前すごい実力の持ち主じゃないかってなる。えが。やば。いや面白いね彼はやっぱ。何それ。なんか保育園の時なんかやってた気がする。お前の保育園どこにあんの。やばいだろ。今日はね、いいですか、遊ぶものがないからティッシュで遊びたいと思います。何を入れかっていうとですね、キャッチ横はまず開きますね。そうすると1枚っていうのはいいですか、2枚やるんですね。そうすると、うん、なのでね、桃文くんにはね、1枚の方渡したので、じゃあこれでね、遊んでみましょう。わーい。